ほうほう。あ、どうも、こちらねの和夫ございます。いや、ちょっとね、あのプレゼントでこれいただいてさ、うまい、芋けんぴうまい。自然界のものだからカロリーは低いと思うんだ。ただお手紙の方にね、お嫁さんの、あの処方箋といいますかね、許諾をいただいてからあの食べるようにと書いてありました。健康のことをお気遣い誠にありがとうございます。はい、というわけで、今月も買ってよかったものでございます。いや、なんか散財ってなるとやっぱね、スマホとかいろいろ発表され、9月10月そこら辺が、まあ、激アツなんですけども、4月すごかった。実はまだ紹介してないものすら、あの、複数ある。いや、でも豊作でございましたね。3月すっげー楽しかった。まあ、というわけで早速行ってみましょう。ほんで、まあ、この買ってよかったはね、あの、個人的にカズさんのテンションがもう爆上げっていうかさ、テンションの上がるもの。だから皆さんにとって、あの、すごくいいものではない。カズさんにとって、あの、すごくテンションの上がるものの順位でございます。ほんで、今回ですね、もう残念ながら、県外になってしまった、iPad mini。いや、もうこれ、ほんと、本当にいいもの。だってこのサイズでさ、そこそこのプロセッサーも入ってて、前の世代と比べたらね、めちゃめちゃ爆上げ性能。ほんでさ、ほら、まあ、こんな感じでさ、あのもうペン2も対応だからね。確かひげとあのひげと帽子と髪の毛つければジャンモおじさんもできるっていう。まあ、そうじゃなくて、あのちょっとしたね、もうメモ用紙としてもすごく使い勝手が良くなりました。また小さいから、まあ、小さなカバンとかさ、まあ、大きなズボンであればね、ジャンとポッケにすらこうしまうことができると。いや、本当にスマートこれ。ただやっぱ私の場合はね、 iPad Pro のもう一番でっかいサイズね、うん、もうサイズだけ見てもこんだけ違うんだけども、やっぱ何をどう考えてもね、あの私は iPad Pro のでっかい方が合ってたんです。あのこれであのアニメ見たり YouTube 見たり、あのジャンプね、もうジャンプすらこれで読んでるからね、うん。ただこれを持ってなかったとしたら、今回もっと上の順位だったと思います。他にもね、iMac とか買ったけども、 iMac はあっちの方で活躍しております。母さん個人的にはあの使っておりませんので、あの今回県外とさせていただきました。でもめちゃめちゃ使いやすくなったってさ。やっぱね、画面の大きさは作業性をよく上げると。だもしね、少しの、ね、余裕があるんであればね、経営者さんとか機材とか購入担当の方、小さいモニターで作業しているね、従業員さんたちがいたら、大きいモニターとかどう使ってみるとかね、一言声をかけてあげてください。あのすごく良くなります。作業効率すら良くなります。残業代も減るかもしれません。ただ残業代出してないっていう会社さんだったら良くないな、それは。まあ、というわけで第3位、じゃ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 ーん、カゴ。すいません、あのこれめちゃめちゃ便利。本当はね、1位ぐらいに上げたいなと思ったね、うん。だけどとりあえず3位にしてきました。箱だから、うん、箱で優劣決めるのもどうかなと思うんだけども、これ実は前にもちょろっと紹介したことあって、これ以外にね、じゃじゃーんとこれでございます。これ何なのかというと、リングスターの、スーパーバスケットね、プロフェッショナルタイプのものでございます。まあそんなこともあって、大工さんとかさ、あの使ってる方がちらほらといらっしゃるみたい。まあポイントは強度。ほんで私さ、結構屋外での撮影とかすることあって、その時にカメラ機材とかさ、あとはあの三脚などいろいろ持ち運ぶんですけども、ちょっとこれ見ていただこう。まずは強度ということで、これ逆しまにしてね、まあカズさん乗っても大丈夫と、うん。これ、大きく分けて確か3つサイズがございます。あ、今エリちゃん持ってきてくれたから、ちょっとそれも見比べていきましょう。多分これがね、一番小さいやつで、これが、それのもう一個大きいサイズ。ほんで、こちらがですね、細くなって長くなったタイプの3種類。ほんで個人的に使うのがこれとこれでございます。これもちょっと試しに使ってみたんですけども、いっぱい入るのよこれ。だからキャンプとかだったらいいかな。でもいっぱい入るがゆえに、あの結構鉄系のやつとか、カメラって結構鉄系多いからさ、重たいのよね。だからこれだとちょっと重くなりすぎる傾向があるので、まあ、基本的にはこれに入るぐらいのサイズがちょうど持ちやすい。ほんで今ちょっとね、一例なんだけども、じゃじゃんと、こんな感じでございますね。カメラとかもさ、上のここ外してしまえば、まあ、こんな感じで入るし、ほんでこれ仕切りをつけることができるんですよ。ただ最初に、申し上げとくと、この仕切りですね、あー外れない、
こちらプラスチック製でございまして、しかもね、結構やっこいのよ。もうちょっとこれ硬い素材使えばいいのにね。だからちょっとね、無理やり入れるだけで、これわかる？湾曲しやすいの。そういう傾向がございます。そこはちょっとイマイチなんだよね、これ。ただ仕切りあるとだいぶね、楽なんですよ。カメラ入れたりとか、まあ、飲み物も、仕切りのもうサイズとかでね、収納できるものがだいぶ変わってくるので、細くていいもんだったらこの中に入れたりとか、ね、こういう風に。こういう設置が可能。ほんでまた、これね、こうやって、重ね入れることもできるし、重ね方ですね。こうすると実はこのまんま上にこう重ねて置くこともできる。ほんでこっち、長いやつ、これもね私結構使うんですね。っていうのが参考事例を、あ、今これ案の定バーベキューグッズ入ってるんだけども、こういったね長尺物がね横方向で入るんですよ。ほんで屋外だと私ねこの小型のあの三脚ね、これ持ち歩いてるんですけども、これすらこうやって入れることができると、これポイントだ。ガサガサねしないんだよね。ほんでこれでいてある程度の横幅もあるから、このような感じでね、あの工事グッズなどあのここに収納することも可能でございます。ヘルメット、まあ三脚みたいな感じで忘れ物ないようにね、これワンセットでいつもそのまんま置いて保管してるという感じで、工事の撮影の時はこれ持って出かけると。だから撮影単位で最近箱にこうやって収納して置いとくようにしました。こうすることで忘れ物が減ります。あとはね、車中泊あるあるなんですけども、結構車の中って狭いんですよね。あの、軽で車中泊される方でわかりますよね。ほんで、まあ、用具入れということで、こういったやつ、一個置くだけで、めちゃめちゃ圧迫されるんですよね。例えば、今、ここがね、車の端とすると、これ置くとね、うわ、もう救急や、ここ膝救急やってなるんだけど、この時にね、この長細い収納、こっちにしておくとね、ほら、10センチぐらい開くでしょ。ほんで、なんだったら、積み重ねのね、こういった収納もできるからさ、下を調理用、上を就寝、器具用みたいな感じで、こう積み重ねるだけでさ、あの、車の中が、より広く、うん、より便利に使えるようになる。いや、なんかすごい、バスケットもどきで、もどきって言ったらダメだけど、あの、熱弁してしまった。あの、すごく気に入っております。では次、第2位。第2位はですね、じゃ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 ーん。レーザーブレード。15インチバージョンでございます。いや、これ RTX2080 だからね。MAX 級だから、ちょっと、あの、スペックはね、ダウンしたモデルにはなるんですけども、やっぱ出張先で、あの、PUBG やりながら、ほんで生配信もしたんですよ。いける。それがいけるってだけですっげー楽しい。また何よりね、こっちからだ。このレイザー独特のさ、このキーボードのかっこよさ。やっぱデザイン性っていう面でね、あの、レイザーファンすごく多いみたいでございます。ただね、今日今撮影してる時にすっげー残念なニュース入ってきました。新モデル、これだからやだよ。これだからやだよ。同じレーザーブレードなんですけど、第9世代の CPU で、しかもよ、あの、OLED。この画面 OLED。で、タッチもできるんだったっけな。いいなぁ。タッチはそんな使わないと思うけどさ、OLED なぁ。めちゃめちゃね、綺麗なんですよね。ほんで、144Hz ではなす。確か240Hz。いいなぁ。あの、ノートパソコンの、まあ、弱点言っとくと、自作 PC ってね、あの、なんか色々古くなってもさ、結構交換とかでなんとかできるんですけども、こっちの方になるとね、CPU 交換とかね、グラボ交換とかが、あの、まあまあ、で、普通できないです。うん。ただ、こっちに限っては、メモリ、そしてストレージの交換は、できるみたいなので、そこはね、すごい拡張性に優れてる。普通できないからね、こういったノートパソコンで。うん。無理だぜ。無理だぜ、みたいな感じで。そこら辺で利益上げてるんかしら、無理だぜ、みたいな。まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと残念なニュースはございましたけども、満足しております。ただ、これ一個だけ言わせて。また今度ね、動画上がってくるとは思うんだけども、滞在先のホテルで、あの、PUBG 生配信を2時間半ぐらいやったんですけども、やっぱ途中ぐらいからですね、30分、1時間ぐらい経ってから、結構、熱はモリモリになるんですよね。ほんで、やっぱ、その、冷却が間に合わないためか、少しずつ、その、駒遅れみたいな、カクカクってなるようになってしまいました。配信状況のやつだけは。まあ、またそちら動画アップするかと思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。もう少しね、冷却が必要なのかもしれません。というわけで、第2位でございます。では、買ってよかった、第1位いきましょう。第1位はでございますね。ブルーン。じゃじゃん。はい、こちらでございます。こちらね、α6400 の、レンズ。そう、レンズなんです。
もう今回一番テンション上がったのがレンズでございました。いや久々にソニーにね戻ってきたんですけど、と言いながら今撮影してるのはねパナソニックの GH5S。 なんだかんだ安定してるからね。やっぱ GH5S とかね、あの音声とかすごくいいのよ。ただソニーちょっとそこら辺がいまいちな点もあったんだけども、今回この GM レンズを買ってみて、やっぱレンズで世界は変わる。で屋外でもさ、ボケ味のあるなんかふわっとしたやつ撮りたくてこんなもん買っちゃった。普通こんなするとさ、ほらめちゃめちゃ黒いあのわざとねこういった黒いレンズをつけることで、あの晴れた時でもめちゃめちゃボケるように撮影できるんだけど、いいんですよ。ほんで今ちょっと軽めにね、ちょっと待ってよ。じゃあ今切り替えるぜ、せーの。はい、どうもかつチャンネルのかつでございます。どう、少しの背景ボケがかっこいいでしょ。またあのピント性能もねすごい、オートフォーカスあのめちゃめちゃいいからさ、なかなか外さない、外してないよね。うん、でまあここら辺ブワーっと、うん、では戻りましょう、せーの。まあこんな感じでございます。ただね、あのめちゃめちゃレンズが重たいんですよこれで、普通にやるとさ、まあこれはいいんだけど、ちょっとね前にかがめるだけで、このすっげーバランス悪いんだよこれ。うん、自撮りする人しんどいから、こういったね真ん中の方にこれ板つけてさ、こういう風に使用することで多少ねバランスが悪い状態であっても、あの倒れにくくなりました。重心を変えたわけねまた超ごつくなるからさ、かっこよくていいじゃん。まあ、ただ値段はね、すごいロマンございますので、ソニーの GM レンズ買う方はね、いろいろとお気をつけください。はい、というわけで、今回買ってよかったものなんですけども、やっぱいいですね。いや、本当、今月豊作でございました。また次回もね、豊作になる予定でございます。いや、実はここ最近ね、レビューアー系とかね、レビュー系 YouTuber とか、みたいなね、言われること多々あったんですけども、去年末とか特にね、月3本ぐらいしかレビュー動画上げてないとか多々あった、実はね。でも最近レビュー動画多くなってきたでしょ？原点回帰。すごく楽しいんです。まあこんな感じで今年はね、またレビュー動画も結構分量多くなると思いますので、レビュー動画好きな方はお楽しみくださいませ。というわけで、4月に買って良かったものでございました。